ボーティサウ、本名グエンティサウは、フランスのベトナム支配に対して、ゲディラ戦を行った、ベトナム女学生。彼女はフランスに逮捕され、1952年に、コンダオ刑務所で処刑されたが、その後ベトナムの国民的英雄と称えられた。1933年、バリア賞ドーケンフック当社に生まれる。父は、ボーバンホイ。母のグエンティダウは、 その兄弟たちと共に地元復興社で秘密活動に関わっていた。彼女の家族と多くの友人がベトミンに参加した後、1948年に彼女自身も現地のゲリラ組織に加入した。オーティサウが14歳の時、賑やかな市場で一軍のフランス兵に向けて手榴弾を投げ、その隊長を殺して12人を負傷させた。逃げ押せた彼女は1949年に、 再び行動、多くのベトミンを処刑した、ベトナム人の地方長官に向けて、今度も手榴弾を投擲した。しかし手榴弾は爆発せず、彼女はフランスに逮捕された。サウアー三つの刑務所を転々とし、その三つ目が、コンソン島上のコンダオ刑務所である。彼女は1952年3月13日に、そこで処刑された。去年19歳だった。 ベトナム独立後、サウは国民的英雄と称えられた。ベトナム人には英霊として数形され、コンソン島のハンズオン墓地にある彼女の墓には現代でも参りに来る人が数多い。ありがとうございます。